みんな久しぶり、仮面ライダーゴースト同窓会スペシャル。ライダー史上一番騒がしかったの、懐かしいとかはもうなくなってきましたね。おじゃん、もうさすがにまた向けたよってセリフが全部オナリになってました。ひらめいチェンジ、いい箱の時代は絶対帰らせない。変わってない。カノンがいっぱいだ。皆さん、天空寺たけらけの西部俊です。命燃やせい、お願いします。燃やしちゃった。はい、ツッコミ誠役山本涼介です。はい、俺の生き様見せます。はい。皆さんこんにちは、仮面ライダージャベル役宗太郎でございます。ふんだりめちゃくちゃ爽やか。はい、皆さんこんにちは、神加納役の工藤美桜です。お兄ちゃん、定期的に1年半とかの周期でやってるんですよ、タケルを。今のところなんか懐かしいとかはもうなくなってきましたね。そうですね、なんか呼ばれていくっていうルーティーンがなんかできちゃいました。あ、カメラどうぞ、また来ましたか、わかりましたって、カメラでこそ再生して、うん、オッケーオッケーオッケー、うん、大丈夫ですって言って現場入ってやるみたいな、そのルーティーンにはなってきたんで、はい、でも嬉しいですね、なんかその令和のライダーとコラボさせていただく機会を、いただいて、はい、なんか、まあ、自分の中の原点の作品ではあるので、はい、そういった形でやっぱりまたカメラでゴーストの天空寺たけるやれる喜びは本当に毎回ありますね。まあ本当ジオ以来だったんで、まあ、ジオも本当一瞬だけだったんで、本当になんかちゃんとやったのはスペクター V シネ以来だったんで、なんか俺は懐かしさをすごい感じましたよ。やめてください、なんか俺はってやめてください。けどなんかスタッフさんも本当変わらずみんな優しくて、でスペクター入ってくれてたジュンさんがアクション監督になってたりして、なんか時の流れをすごい感じましたし、けど今回ジュンさんが久々にスペクター入ってくださったりもして、なんかうわありがたいなとはすごい思いましたね。アクション監督やってるのに入ってくれるんだみたいなのすごい思いましたね。僕もスペクターぶりでしたので、僕も懐かしかったですね。僕もジュンさんがちょっとまあ戦隊の話になっちゃうんですけど、戦隊の時にジュンさんが僕のデキショッパーやってくださったんで、やっぱりそのジュンさんが今アクション監督っていうのは感慨深かったですね、本当に。あとは何でしょうね、僕ジャベルなんですけど、セリフが全部オナリになってました。いや、本当そうです。5色かなって思うぐらい。オナリ役です。ちゃんとオナリ、オナリのセリフ。そうだから、僕はすぐにオナリに、本物のオナリに電話して、国際電話で、彼今ニューヨークにいるんで、で、ジャベルがまた出させていただくんだけど、セリフが全部オナリなんだよねっていうのを相談しました。どんなリアクションしたんですか？なんか喜んでましたね、自分がまだ根付いてるっていうことに。私はやっぱり1年半ぐらいやっぱ戦隊やってて、なんでこういう特撮のところに戻ってくるっていう面では、あんまりそのみんなが言ってる懐かしさっていうのはまああんまなかったんですけど、でも、久々にカノンちゃん演じられるってことで、でもやっぱりやっぱ皆さんの記憶の中ではさよさんっていうのが一番強くなっちゃってると思うので、やっぱまたこのカノンちゃん見て、あ、カノンちゃんだって思ってもらえるように頑張らなきゃっていうのはすごく思いました。あ、はい、僕は思います。変わったところ言っていいですか？ミオちゃん、なんだろう、めちゃくちゃ面白かったのが、面白いって言い方はあれだけど、カノンちゃんっていう、もう意識がもうめっちゃ強くて、だからカノンちゃんが変身してるっていうシーンがなんかすごく違和感だったんですよ。カノンちゃんが変身したっていうのプラスだけど、もうキラメイジャーをやってるからもう慣れてるんですよ。だから、そう、変身慣れちゃってるから、そうそう、だからすごい分かります。僕のカノンちゃんのキャップがあったから、だけどそのお芝居のなんだろう、ガンマ世界にちゃんとなんか人間のカノンと対立する時のカノンのなんかお芝居とかもすごく繊細で、め
ちゃくちゃ見やすかったんで、なんかお芝居の面でも、まあ、編集の面でもめちゃくちゃ変わったなと思いましたね。西目は何も変わってない。そうそう、変わらない良さってあるじゃないですか。いい意味でも悪い意味でも。そう、いい意味でも悪い意味でも変わらない良さ。変わらない。そうそう、ふるさとみたいな感じで。言うなれば。そういう感じに帰ってきたんだな。帰ってきたと。そうですね、まあ、西目は変わってないとして。みおちゃん、まあ、やっぱりまあ西目も言ってましたけど、すごい演じ分けるって大変だと思うんですけど、もう完璧じゃないですか。やっぱりすごいなって思いましたね。で、りょうすけくんは、あれね、変身のとこ音楽めちゃくちゃかっこいい。カノン話せって言って、変身するときに、トゥ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 。あ、そう、僕思いました。え、この、え、スペクターこんなかっこよかったり、勝ってたっけみたいな。あれ、あれ何言ったの。俺も出来上がったの見て、かっこいい音楽が流れてる。俺、おにぎり…おにぎりおにぎりちゃん、なんかかっこいいよね。ありがたいことにかっこよく見せてもらってます。でもやっぱみんなやっぱり大人になりましたよね。うん、みおちゃんがやっぱ一番大人になってますよ。あ、そうですね。そうですね、成人したんだもんね。そうだ、やっぱ10代と20代ってめっちゃ変わるんだなっていうのはめっちゃ思いますね。私は変わらず、まあ、皆様だなぁ。いやでもなんかあの当時のなんだろう、嫌いになるなんか嫌い、記憶が消されたでしょ。記憶がない、大丈夫書き換えられてない。相変わらず皆様だなぁ。壁ある、お前くらいだな。めちゃくちゃ壁ある。そう違うんですよ。でも本当に当時からの安心感っていうのがやっぱ変わらずあって、なんでね、あの戻ってきたなっていうね、ふるさと。ふるさと代表がいるから。ふるさと代表。さふるさと代表。でもみおちゃん昔よりおしゃべりしてくれるようになりました。あ、そうなの。やっぱ未成年の頃は壁を感じました。近づいちゃいけないおじさんだって。この人はダメかな。大人になった。よかった。ありがとう。はい。僕もさっきあの西目変わってないって言いましたけど、それ悪い意味じゃなくって、はい、僕現場でモニター見てたんですね。西目くんがこう戦うところ、なんかでっかい剣持って、はい、でなんかこうフレームインしてバーンみたいになっていう表情とか見て、あ、この子さっきまで僕となんかあっちでそんなにふざけてたのに、ちゃんと仮面ライダーなんだな、ちゃんとかっこいいんだなってその時改めて思いました。ありがとうございます。なんか急にちょっと照れますね。褒められ慣れしてないんですけど。じゃあ俺変わってないって俺も言ったんですけど、俺は悪い意味です。いやすごいもやもやしたわ今。終わりで言われるのすごいいい気持ちだったのに。いい意味で変わってないって言ったから、悪い意味で変わってない。それが最後が嫌だ。これでこうだったら今だ。これが最後なの。そうそうそう、もやもやするわ。絶対いい気持ちにさせてくんないと思いました。そこも変わってないわ。それ変わらなくていい。人間変わらない。そうなった、どうやってだったの。いい気持ちではもう絶対帰らせない。変わってない。変わらない良さ、そこも。キラメイラで久保さんが話題になるたびに、まあ、ここにいたすごい本当にトレンドをね。そう、毎回私のいいよ、そう、私会の時に絶対に、いや、そんなことしたら誠兄ちゃん怒るぞ。あれ、どういう感情なの、あれ。複雑だよね。嬉しいですよ、もちろん嬉しいんですけど、絶対、そのさよさんっていうワードより誠兄ちゃんが絶対かなり上にあるから、確かにまた向けたよって思って。山さん、それご覧になってどうでした。いや、びっくりしましたよ、俺も。けど、毎朝起きてこうツイッター見て、トレンド見たら、おー、誠兄ちゃんってなるんで、あー、みおちゃん活躍したのかなって思いまして、まあ、ありがたいですけどね、本当に。終わってもこうやってトレンドに入れてもらえるのは、俺、別に寝て起きたら、トレンド入ってるからさ、別に何もしてないんだけど、入ってるっていう。めちゃくちゃ、みおちゃんからしたらさ、ね、すごいさ、その時は邪魔だなって思って、その時はそう、だってその時はさ、キラメイジャーとしての役やってるんじゃん。それはさ、ゴーストのさ、誠兄ちゃんかって言われたらさ、違う違うって思うよ。誰って。そうそう。確かにな。申し訳なさみたいなのは分かりなかったですね。
いや、これもうアザハス感じいや、本当ですよ、こっちとしたら俺からしたらもうアザハスですもん本当に、ゴーストのメンバーは一番マコト兄ちゃんのあのカナンちゃんゲッパイダーマーですっごいツイッターで見る切り抜きそう、切り抜きこれめちゃくちゃ見る、本当にこれとあと、前のマコト兄ちゃんみたいなシンバ言ってるとマコト兄ちゃんみたいなあれめっちゃあるあれめっちゃ、か、柳くんかそうです、顔なりか、うん、あと俺の、ふ、は、どうして変身してるんだって曲見てる、俺はほんとあれ、そう、それめっちゃくちゃ見ろ、ほんとにこれはほんとによく見るほんとに、あれ笑っちゃう、勘弁しようじゃんタケルドローとかでもいろんな人見てるからそういろんな人出てくるから、あれ面白いよないですよね、きっとねあ、見たことある、見たことある生あります、あ、生はないテレビでテレビで、テレビで見たことあるだって俺はおかしない、生で見てたら俺さ、キラニージャーの現場調べてさミオちゃん、練習してってなわけないじゃん逆にだよ、そうテレビでは見るよ、そりゃ生で見たとしたらおかしなおかしなのってだって現場で、僕現場まで行ってでしょそうそうそう、いや、テレビでは見ましたよテレビで見ました。テレビで見ました。いや見たいです。見たいですよね。見たいです。見た。見た。見ました。いやちょっと。でも本当ちょっと見たい。今？見たい。覚えてる？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 間違いない。ちょっとしよう。覚えてないかもしれない。やったみたい。おお。行きますよ。ポン。キラメイチェンジ。で、で。手さばきインクレディブル。キラメイピンク、どうだ、かわいいね、かわいい、いいね、いいね、じゃあいいですね、いや似合ってると思うちょっと似合ってると思うだって多分だいぶ大事にしたい、僕はもうこれまでくれたその逆にな逆に大事にしていきたいそうなんか一回が貴重になってくるから一回、そう、一回が貴重になってくるからこういうところでポン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 出してるとまあ、もう相手の方がいいからって言われて大事にしてきたでも、あれだねポンでこれがちょっとアナさんっぽいね確かに、ね、確かに、ね、今ちょっと思ったかも、くるんってアナさんくるんってしたねそう可愛かった上手だねありがとうございます1年もやってるとね1年もやってると最近までやってたからね確かに仮面ライダーの名刺すごいですすごい変身しちゃいましたよ変身しちゃったすごい羨ましい仮面ライダーあれなんていうの仮面ライダーカノンスペクターカノンスペクター僕一緒じゃなかったね一緒じゃなかった変身解除後に来たんですね変身解除後に行ったんでいなかったです見たいなって思う感じがいいですかいやめちゃくちゃ見たいですじゃあちょっとお願いしますじゃあやってください私も見たいのありますじゃあ何やめて私も見たいのありますあのラストシーンでやってたこれああ、私カノンがいっぱいだあれはだって、あれは何回もやるもん、あれはあれはもちろん切り抜きにされる最新版で切り抜きされる最新版で最新版でそうだねえ、ちょっと待ってくださいねこう、押して開けていきますよいきますよ、開ける、こっちパン変身あこっち切れてガチャシャン作業になってちょっと気合い入れてもらってちょっと一回確認しようかあ、いいよ、うん、で、俺横にいたから見てないんだけどなあそこからなんか何言ったじゃんあれめちゃくちゃかあれライダーだったね、あれバーンなってったらカメラでゴーストここあったからあったね、白マント白マントそんなっぽいよそこからやっとくじゃん待って、こうしてガチャこうだそうそうそうじゃあいきますパンおおパンク変身おお変身しましたいいねやってくださいってやってくださいっていや、いますよたくさんほらカメラ向こう側に今いるじゃないですか僕見えますよだからやってよそうっすよお兄ちゃん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 カノンがいっぱいだマジでマジで一番好きカメラでゴーストで
番好き一番ベーシック俺一番嫌いなセリフだもん生まれてめっちゃ面白い。また切り抜かれる。また切り抜かれる。まこと兄ちゃん最新版だよ。最新版だよ。2021年モデル。そうそう。どんどん更新していきましょう。2021年からまたやりましょう。やってみて、あ、これを1年間兄ちゃんたちやってたんだと思って、すごい最初は難しくて、やっぱり戦闘の時の声は。あ、難しいよね。難しかったです。僕らアフレコの時めっちゃ体動いてた。めっちゃ体、え、体動くタイプ？どっち？動かないタイプ。動かないタイプか。めっちゃ僕らがすごいもう暴れ暴れ暴れ。これこっちのシーンか。ガサダメダメダメ。入ってない入ってない。台本を気にテープしてる。めちゃくちゃさ、え、多分ライダー史上一番騒がしかったんです、アフレコで。いろんなライダーコラボさせていただいて、いろんなアフレコ見てきたんですよ。僕たちが一番激しい。僕、あのブックン、磯村くんの3人がみんな動くからみんな動きます。みんな、いやーとか言うから本当にやられるんだよ。1位かも。そうだ、だってその前のドライブに出てた加藤のくんとかは、あの台本に手乗せて右手ポケットに入れてやってたっつうから、一切僕は一切移動だけしてたっていう。フールだね。それと比べたらね、そうそう、ドライブは動いてなかったです。稲葉くんがちょっとだけ動いてた。俺らだからなんか音鳴るって切れなかったんですよ。シャカシャカシャカ出る。髪とかもう絶対持たずに、そう、めちゃくちゃ全然振らない。手は基本グーで。そう、こうなることはない。ずっとこれずっとグー。ちゃんとなんかこうやってアフレコってこう遮られてるんですよ。で、僕たちってこうちゃんと奥までマイク当てて声やるんですけど、うわーっと時とかにこうちょっと抜けてますよ、動くから。うわーのタイミングで誠兄ちゃんも抜けそうだから一緒に出てくる。見えた、一緒に出てくる。いやあれがめちゃくちゃ面白かった。そこはあんま感じなかったですね。なんですけど、なんかエフェクトだったりとか、なんかすごく、うん、CG だったりとかド派手になりましたね、また。あ、かっこいいって思いましたし、なんか変身した後にナレーションでガンガン入るじゃないですか。この剣に宿るみたいな。あれすごいすごいっすね、かっこいいなと思って、はい、僕もそうっすね、次コラボした時は入れてもらおうかなと思って、あのナレーション僕もゴースト変身した時に、そうです、この男を天空してあげるよ、なんとか入れてもらいたい僕。けどなんか基本はやっぱ脚本が福田さんっていうのは同じだったんで、なんかそんなになんかストーリー的には違和感なく入れたというか、なんかこっちにも合わせてくれてんだろうなっていうのはすごい伝わってきたんで、なんかすごいやりやすかったっていうのはありますね。まあ、本当旬が言った通り、合成とかそういう技術的なところは本当に変わったというか、そこはなんか進化したんじゃないかなと思いますね。令和ライダーは平成ライダーより僕に優しかったですね。俺らが優しくない。優しいの。優しいの。旬も明るい感じで接してくれた。陽介もなんか初めて会った時に、あ、そうそうそうみたいな、まあ、ヒーローの後輩になりますみたいな感じで言ってくれて、あ、いい子出したなと思ったんですけど、令和ライダー内藤さんはむちゃくちゃなんだろう、仲良くなろうとしてくれる。確かに。なんかすごいいい人なんだなって思いました。それが令和ライダーです。君たちのことも大好きだよ。付け足したキラメイの時もスーパーヒーロータイム始まるよっていう、なんかその撮影の時、俺らふざけまくったやつじゃん。僕たちふざけまくって、そこでしかあんま絡んでなかったので、なんかでも現場入ってすごい優しく本当に接してくださるので嬉しかったです。スーパーヒーロータイム懐かしい。俺はしりとりみたいなのしてた。やってやってました、やってました。何してたっけ。どんなやつ。なんか俺ガチャガチャ着てたの。なんかトラみたいなこと言ってた。トラみたいなやつ。なんかやってました、やってました、やってました。キャラブレブレでやってた。その獣王者にこうどう爪痕残してやろうかって。あ、そうそう、負けてらんないな。負けてらんない。しかも獣王者の方が後だったんで、僕たちもう十何話撮ってる時に獣王者が始まる1話だったんで、
もうね、何かやってやろうみたいな、もう先輩ずらしてやろうみたいな、ってやろうってなりましたね。私が念願だった仮面ライダーに変身するってことで、しかもお兄ちゃんと一緒に同時変身ができるということで、やっぱ皆さんも見たかった光景なんじゃないかなと思うので、そこもすごい見てほしいし、やっぱりそのさっきも言ったように、そのコピーカノンと人間のカノンとのこう演じ分けだったりっていうのもしっかり見ていただきたいですし、 V シネからつながってるお話なので、まだ V シネ見てないよって方も V シネから見て、またさらに楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。はい、見どころとしましてはですね、やっぱりもうみんなの成長した姿と変わらないことの良さと、僕個人としてましては、ジャベル寄りのオナリなのか、オナリ寄りのオナリ寄りのジャベルなのか、おにぎりはどうなるのか、うんだりはどうなるのか、彼はどうしてしまったのかっていうところを楽しんでいただけたら幸いだと思います。ジェネリックおなりでした。やっぱり誠が改めて今回あの人間じゃないんだなっていうのは思ったんで、ね、こうやったら傷直しちゃったりするんで、まあ、そういうところはなんかね、改めて、あ、人造人間だったんだな、誠ってっていうのを改めて思い出してもらえれば嬉しいですし、まあ、みおちゃんも言った通り、同時変身とか、なんだろう、久々に V シネ以来ですね、新スペクターになったりとか、まあ、かっこいいスペクターもたくさん出てますし、まあ、そのプロデューサーの高橋さんが一番今回この作品で言わしたかったって言ってた、さっきやったあの名台詞をもうやってますので、誠の衣装でしっかりとやってますので、そちらの方もぜひ、見どころとして何回も、ね、見てもらえれば嬉しいなと思います。皆さん、ついに仮面ライダーセイバーとゴーストが、共に共闘するということで、トーマくん、内藤くん、すごく気合入ってて、初らしいんですよ、セイバーとしては他のライダーと共演することって初らしくて、すごく喜んでくれてて、なんかお芝居とかもすごく情熱的で、でかつ、なんだろう、仮面ライダーゴーストの世界観がうまくマッチしてるなって思うので、そこを見てほしいところでありますし、見てほしいですし、まあ、見てほしいところでありますし、アクションシーンもガンガン、僕動いたので、そこも見どころかなって思っております。プラス、もう仮面ライダーゴーストが終わってもう6年もう経つのかな、経ってやっぱり仮面ライダーゴーストが戻ってくるっていう時に、毎回なんだろうな、世代は違えど、なんだろう、絶対に喜んでくれるっていう層が絶対にあって、そこで盛り上がってくれてるっていうのは僕としてもすごく嬉しいので、はい、なんだろう、レジェンドの名に恥じないような芝居してきました、命燃やしてきました、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。違う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 、よっしゃーみたいなやめてよ、よっしゃーみたいなやめてよ、違う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 、仕事な感じ見てください、命燃やしたんで、はい、よっしゃすいません、ないないないビジネスだと思われたくないここだけはせめて仮面ライダーセイバーゴースト、仮面ライダーセクターブレイズ、見てねー。